今日はね、ランス刀削麺っていうのを着てみました。ジャージャーのことかいっぱい、ジャージャーのこれ頼みました。なんか来た。これなんだ、おしんこかな。うわ、こちらがこうしてすごいね、なんかすごい海鮮。麺がもちもち。ランス刀削麺行ってきました。まずね、普通の麺じゃなくて刀削麺だ。珍しいね。ジャージャー麺の刀削麺って結構珍しいですよ。で、麺はねもちもちしてて、まあ、歯ごたえもあってね、すごいね、味は美味しかったですね。ちょっとね結構辛めで、海鮮もいっぱい入ってるしね。あれで9000ウォンだから900円ちょっとぐらいなんでね、かなりね美味しくいただけるんじゃないかなと思います。他のもね、お客さん結構入ってたんで、多分他のもね美味しいんだと思うんですよね。はい、ぜひねこちらの、南大門のすぐ近くなんでね、はい、行ってみていただければと思います。